はい、本日は、あ、はい、本日はじゃねえわ。はい、ブエナー TY ムンドチャンネルのゆきです。はい、今日なんですけども TY ムンドのルーツ巡りということで、ルーツか、興味あるかな。この企画はですね、 YouTube 始めた時にルーツ巡りやろうって言ってたじゃん、うん、そしたらさ、その言っててその話した後ぐらいに、うん、あの足田 FC がルーツ巡りとかやってたんだよ。俺マジでなんかだからさ、パクったみたいなの一番嫌なのよ、うん、ってことで最初、しかもまあこの間にさ、アパレルのゴベルナンテの撮影も挟んでるから日が暮れて夜になってるかもしれないから、やっぱ俺らと言ったらさ、板橋区じゃん、やっぱ少年団がさ、うん、試合をするって言ったらやっぱり、うん、土手だよね、もう、うん、河川敷、うん、埼玉と板橋を結ぶ荒川に向かいたいと思います。やっぱりあそこで俺らは育ってきたから、他の少年団のチームと切磋琢磨してきたからということで向かっていきたいと思います。来ました、懐かしの。やばくないって、ここにさ、ここに止めてたじゃん車ね。見てこれ、これに入れてくれってやばくない、雑。アパレル業界の皆さん教えてほしいけど、こんなんでやばいです。これすごくね、サングラスも作んだから、かっこいいね。ねえ、いいよね。はい、サングラスをつけちゃいけない時間帯になった。街灯がほら、一個だけあそこにあるから。そうね。いやもうマジ見て、あっちでさ、試合してたのよ。うん。もう1、2年生大会、3、4年生とかさ、はい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 、5、6年生みたいな。あるじゃん、ゴール。あるある、ゴールあるでしょ。でやってて、豚汁食ってね。そう、豚汁は常盤台の食った、ね、お父さんお母さんが作ってくれて、めっちゃ寒い時とかさ、懐かしいな。で、ここだよ、ここまさに俺超思い出してきた。ここに駐車場、お父さん方が、そうそう、送ってくれて、うちの親は車出してくれないからね。試合来なかったしね。試合なんかあんま見に来てないんじゃないかな。で、雨の時とか俺なんかそこの下にいたわ。ああ、雨宿りして。この下とかにいて。めっちゃ懐かしい。でさ、俺らあれだよ。1、2年生とかさ、3、4年生の時は、うん、俺2年から始めたんだけど、常盤台で。3年生はあんま覚えてないけど、4年になった時に高島平と、どこだっけな、ゴーレンとか、なんかその辺が多分ね、中央大会か。なんか中央大会かな、なんか強いとこがなんか出てなくて、優勝狙えるみたいなタイミングがあって、で決勝が成増と常盤台、俺らと成増で、で成増には練習試合とか絶対勝ってたの。だからもう絶対いけるみたいな、優勝できるって思ってたの俺ら。そしたら俺ら全然点取れなくて、同点で PK になって、で俺キッカーで、俺普通に外して号泣負けて号泣、銀メダルで、初めて、それかな、4年生の初めてメダルもらって号泣したっていうでも俺はさ、ここの大会ではさ、うん、優勝したことないんだよね。高島平に結局負けて、ね、準決で高島平に当たって、高島平なんてさ、レッツ藤原幸太郎も引退しちゃったけど、今京都でなんかスクールとかいろいろやってんだけど、幸太郎いるじゃん、 FC 東京 F 東でしょ。で浦和レッズが沼大輔、良治、池田良治、ガンちゃん、めちゃくちゃ強かったよね。強い。でもなぜかそこに勝てるのが俺らだけだったんだよね。確かになんか勝てる感じが出せるのがそう、その俺らの時強かったんだよ、常盤台が。河川敷ね、河川敷には行って、もう見てこれ夜です、真っ暗、はい、何も撮れず。いや撮りましたけど、ギリギリ見えたね。いやでもまあいいんじゃない、ちょっとこう薄、そうね、薄暗いところで。お前は相当泣いてるからね。いや負けてマジで泣いてるような。田中輝樹と個人的なライバルだと思う、ね、あ、そうか、志村東だっけの、チームに田中輝樹って今も J リーガー、うん、やめちゃった。あ、やめたんだ。そう、三菱洋和行って、もうこの地区だと大体もう三菱洋和行くやつがすごいみたいな、うまい人はね、そうなるんだよね大体ね、うん、
名古屋とかグランパスとか。ああ、そうだそうだ。次のじゃあ場所にね向かいたいと思います。はい、よー、はい、来ました、アナザースカイ。俺が小学2年生でサッカー始めたんだけど、まあ、それこそ本当河川敷の河川敷から始まっちゃったけど、本当そこから始まってるから。最初はね、まずなんでサッカーを始めたかっていうと、バザーで保育園の10番の林野正弘っていう、林野正弘じゃなくて林正弘。え、ノー入ってたよね。え、ノー入ってたよね。何が林野入ってたよね。入ってねえよ。嘘。徳川の家康みたいな言い方。何々の何々だよ。みんなそうじゃん。源頼朝みたいに言うね。で、そのバザーで会って、今日俺サッカーだけどみたいな。で、俺野球ばっかやってたから、だからバザーでそう呼ばれて、バザー午前中あってさ、午後から俺サッカーだからみたいな、うん、勇気も来るよみたいになって。あ、マー君に。そう、マー君って言って、通称マー君、うん、で、マー君に呼ばれてここ来たんだよね、うん、とりあえず、おいいじゃんみたいな。なんか金子コーチっていう、金子のコーチだ、でっけえコーチがいて、そのもう毎回ね、ドルトムントとかラツオとかあのユニフォーム着てるの。あ、かっこいいやつ、ね、覚えてる。小2からそっから始めて、もう6年生までここで。日曜しかやってなくてさ、常盤台少年団だから。 で、ね、で、お父さんコーチがやってて、まあ俺らの時はもう金子コーチがずっと俺らの代を見てくれてて、5年か6年だった時にマー君のお兄ちゃんがやってくれて、そっから強くなったよね。俺がフォワードにコンバートされて、俺さ、左サイドバックだったの。左サイドハーフだ。あ、最初ね。俺左蹴れるからっつって左サイドハーフに行かされて、だから背番号も6番だもん、左サイドハーフ。160センチぐらいになって、お前もうフォワードやれみたいな、センターフォワードみたいになって、そしたらさ、なんかさ、俺覚えてんのよ、センターフォワードになった日を覚えてんの、生き生きし始めて、なんか自信ついたんだよね。俺3分で、あ、そうそう、じゃ2分で後取り、2分か、ゴールデンキッカーズ、ゆうたろうのチーム、俺ベンチいた。あ、そう、ショーマもいたもん、その時相手に三沢ショーマって、うめんだもん、三菱洋和のねやついて、ドイツでプロやってたんじゃないかな多分。ああ、そう、そうだよね、多分ね。まさきもここで育ってるから。そうだよ。でなんならまさきの話で言うと、まずここに来るじゃん、お前幼稚園から入ったじゃん。同じだっけ。そう、まさき俺が入ったタイミングで、こいつマジでまねっこだから。俺も野球やってたっけ。やってたよ、さ、一緒にキャッチボールしたもん。だ、俺サウスポだからさ、右のつけるグループで、それをなんか買ってもらったんか分かんないけど、なんかもらって、そうキャッチボールとかしてたもん。こういうさ、写真あるもん。あるね。まさき俺の真似するからもう来るじゃん、一緒に。で、まさきはなんかそう、ボール買ってって言って、俺ワールドカップのボールで、まさきはなんか白青のボールで、俺めっちゃ覚えてる。ボールかっこいいなって言われて、まさき、俺泣いたよね。泣き始めて、そう、常盤台から浮気してんだよね、俺ら。一回開運、5年生、4年から5年になる時に、練馬の小学校転校した時に、海洋のサッカー部が強かったの。サッカークラブが、ね、ミッコンって呼んでた。ミッコンが10番じゃないか、でもキャプテンだよね、うん、で、ミッコンが俺らの前、タイヤ公園の目の前の公園でさ、そう練習してて、うん、で、俺らもさ、練習してて、あいつうめえぞみたいな。で、俺とマサキでやってて、俺がマサキのことをいじめる、あのサッカーあるじゃん、自主練。俺もさっきをいじめる自主練が。でもなぜか俺も行くって。そう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 、俺行くんだよね。俺がまさきにボール取られると、俺が削りに行くって。したら、うわ、うめえやつがいるみたいな、もう絶対海運がいいって。ああ、それでなんだ、うん、母親に俺が言って、そう、それで俺海運にもうすぐ急遽変えてもらって、で、そしたらもうサッカー部強くて、みんなサッカーやってんだよ、だからそこの小学校はね。そうそう、で、もう昼休みがさ、俺もう最高に楽しくて、みんなサッカーで、大山市の時はさ、誰もやんねえからさ、で、まずサッカーできねえから、ドッジボールしかできない。ドッジボール俺強かったけど、で、海洋小行ってからもうずっとサッカーやるから、もう俺毎日楽しかったもん。で、俺だ、右京とか見た時にさ、うめえやつがいいんだよ、マジでうまいよね。そう、マジでうめえやつがいて、こいつなんだと思って、もう明らかに俺よりうまかったから、明らかちょっと違うかったよね、あの時は。一人だけだから、俺も右京君が海運中にいるから、あ、それで行ったんか。そう、そう、みっくん洋和に受かったの、うん、行っちゃったね。そうで、洋和に行っちゃって、うわー、じゃあ弱えじゃんと思った。俺これまたちょっとダメ、戦力ダウンじゃんと思って、常盤台また、うん、
って時矢台だから行かない時期がちょろっとあったんかな。それでまた時矢台俺が戻ってきて、そしたら時矢台なんかまた強くなってきて、そんな感じでもう止まんないんでルーツの話をしたい。長くなっちゃうんで次行きましょう。はい、移動です。え、じゃあちょっとお腹空いてきちゃって。え、ダメ、食べちゃダメかな。いいんじゃない。で、開いてんだよね多分。板橋区に武蔵屋があればもう OK みたいなそこあって、小骨から練習終わって浦安のねチャリでここまで来たからね。マジで言ってる。うん、12時半とかから。本当嘘。いや本当だよ、本当だよ。ちょっと持った。なんで嘘つくんだよ。盛るよね。マジ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 で、これ全然持ってないからね。ラーメン並2枚混んでました。しかもさっきまで本当空いてたのに。おい、これが武蔵屋の破壊力。俺マジで好きなのよこの感じが。しかも100円やっぱ上がってたわ。600円だったのが600円だったのが700円に進化してた。時代を感じるわ。10年前は10年前15年前は100円でも安いな。武蔵屋食ってるとちょっと飽きてくると武蔵一行くっていうね。ああ、これうまい、ね、この流れがあるから。この武蔵屋と武蔵一のどっちかだよ、競合対決があるから。もうやっぱ100円上がるな。15年も経てばさすがに。ということで次に向かいますよ。はい、ルーツ巡りメインディッシュです。志村第三中学校です。めちゃくちゃ改装されてる、ほぼわかんないですね。もうおかしいなこれ。このなんか作りがねちょっと変わってる。まあ、ここに入るきっかけなんですけど、海進第4章から入るわけないじゃん志村三中に、うん、練馬から。それは何でかっていうと、板橋区トレセン、板橋区のトレセンのメンバーでどうやら志村三中に A 級ライセンス持ってる、いやあの時 S 級かな、 A 級ライセンス持ってる指導者がいるぞみたいな話を聞きつけて、それが武田千秋っていうんだけど、武田千秋先生、武田千秋って言ったらやばい、通称裏ではあの武千って呼んだんだけど。入学する前にもう合宿とかあってさ、もう何かあったら走らせんのよ。お前1分ってどのぐらい長さが分かるかっつって1分間走らせたりする。バカきついじゃん1分走るって。その時さ全然分かんないの。やっぱ JFA とかでさ S 級とか A 級持ってるような少女だから、スペインサッカーなので、俺はもうここに来たから、俺はこのなんていうの、考えながらこのフットボールサッカーフットサルをするっていう染みついたと思うんだよね、うん、そこで俺は全国行けるって言われてたけどさ、うん、板橋区で集まってやつらが、洋和とかそういう強いところに行けないやつらがここに集まって越境してきて全国大会を目指すっていう。結局俺らは どっちも3位だったんだね。春季大会も新人戦結局3位で、新人戦は行政に負けて、そこのさ城北公園ってあるのよ隣に、うん、そことかでさ走ってたやつ、試合がない時はさ70周なのそこ、75周。そうするとちょうど30キロぐらいになるのかな走ったりで、試合の日は10キロだけ、休みの日がないんだよね多分。ずっと練習か。ずっと練習だ。夏休みはもう休みなんてなかったし、朝練が朝からだから朝7時に着いて7時15分から、それになんかさ間に合うかギリギリなのよ俺ら。で俺バス乗んなきゃいけないからさ、武田先生もそれは理解してくれてたから、あの田中だけだからな遠くてギリギリなのはみたいな。さあ近いやつほどさ遅刻してくるのよ秋とか
よくある、うん、そう、古谷明彦ってやつがいたんだけど、そいつだけいつももう走ってさ汗だくで来てさバチ切れされてすね蹴っ飛ばされるっていう。なんで壮絶な過去なのかっていうと、めちゃくちゃきつかった練習がね。まず怒られるやつ全員レガース蹴られるっていうのがあって、すねとりあえず蹴られるっていう、すね蹴られながらここで注意されてんじゃん、うん、こっからもうセンターサークルの方までずっと蹴られ続けるっていう。どういうこと？お前なんでよソックス下げてんだって。もうソックス下げてるだけで、それいいの出しちゃってえ出していい、もうそもうありえないから。その時は別にそれに対してそのなんていうの、ふざけんじゃねえよとか思ってたけど、武田先生のこと信頼してたからもうなんか怒られてるやつが悪いというかさ。中退連だけどめちゃくちゃ厳しかったっていう。だから正樹は絶対に行きたくないって言ってたもん。ゆうたろうってやつが、ゆうたろういいじゃん、バルダラウエスのゆうたろうね。もうそいつはここに6時ぐらいに来て、俺ら朝5時とかに起きて鍵も閉まってんのに上から登って入って練習してんやば真っ暗だからもうこのぐらいの朝、その時に俺ら来て練習して、でみんながそれで朝練でいや来るから、それまで先に練習してるっていう。自分たちで彼女がさ中1か中2ぐらいできたのよ。2人乗りしてるところを見られたわけよ。ちょうど武田先生がそこの職員室のなんていうの、玄関こうやって見てんの怖っと思って。武田先生黒いの色黒だからめちゃくちゃ怖いんだけど、まあ、そこに立ってバレて、おめえよみたいな、女のケツ追っかけ回して何してんだみたいな、うん、この時期に離婚したんだよね、うちの親がね。まあめちゃくちゃ貧乏になったっていう。お金ないのも別にいいんだけどお金欲しいみたいなさ、うん、でもあの時期があったからなんか別に俺幸せの幸福度もなんか低いしさ、家が別になんか綺麗じゃなくてもさよくね別に住めりゃいいし、なんか食えりゃいいし、生きれりゃいい、ずっとそうだ、生きれりゃいいしって思うよね。次はラスト。ラストか。見てここ超懐かしい。お前覚えてる？来たことある？あるよ。あのここがもう俺のフットサルの原点かもしれない。まあ言うたらと公園いろいろ巡っていい公園を見つけるのが俺らなんていうのなんかあったのよ。サッカーができる。サッカーができるいい公園。サッカーできるところがいい公園なの俺らからしたら。結構お前もそうでしょ、なんか公園探してたよ。俺もやってたよ。ボール蹴れるさ、壁当てできるところか。あ、そうそうそう、一人でなんかちょっと広めのさ公園を探してやってたんだけど、ここにうわめっちゃ変わってる、できなくなってる、めっちゃ変わってる。ここさもう全部ここがなくて、でこのなんかジャングルジムみたいなのがこっちにあったのよ。あれなかったね。そう、確かに。でここがもう全部開いてたんで、まずここのここで1対1してるじゃん、うん、で後から遅れて、まあ、みんな来るんだけど、で2対23対3とかなるじゃん。でこのこれがゴールなの。ここ、ああそうね、ここがゴールで、あっちはこの縦でまず2対2の時は縦で、ここのこれがなかったから、こういうの、うん、ここ花壇がなかったのね。この間やってたね。この間がで2対2、面白い。ここにさ、ここにゴール、縦こっちもやってたで、縦はこのポール、この電柱、そう、電柱と電柱で当てたら1点。こっちとこれね、うん、うわ、もろ懐かしい。でさ、上に当ててもいいんだよ。ゆうき、習得行って下手になったねって言われて、これはやばいってなって、ゆうたろうちょっと一緒にできたのか。そう、自主、あの教えてくれって言って、フットサルを、あいつフットサルやってたから、足元もそれでさ、え、なんだこいつはと思って、取れなくなってると思って、ボールが。で、いろいろ教えてもらって、そしたらフットサルのそれ足の裏のテクニックとかさ、いろいろ学んで、ゆうたろうから、うん、吸収して、そのタッチの仕方とかさ。で、そっからやっぱ上手くなったというか、取られなくなった。だそこでフットサルの道が多分始まった感じだよね。サッカーで全然うまくいかなかったし、習得で、ね、こう見向きもしてもらえなかったところから、本当に心救われたっていう感じだよね。習得ってもうさ、帰ってくるのがさ9時とか10時なんだよね、うん、でそっからここに移動してきて、チャリで、そう、
もう早く帰って俺もこのここでの練習したくて、習得の練習なんかより絶対こっちの方が上手くなると思って、もう終わったら速攻ここ来て、ここでもう練習して、もう夜もう12時1時まで普通にやるのよここで。で苦情来て警察も来てすいません帰りますとか言って、警察も帰って帰りますよっしゃーって3回のあれやばかった、ね、苦情来て、まあマジで変わってしまったな。やっぱこうやってボール蹴れなきゃなんだよね、今のこう板橋区とか今のさ時代はさ。そうね、私マジでこんなことばっかしてた。もうボール1個持って汗だくで、なんかそのまた汗だくになって、あの帰るのとかがなんか良かったな俺。寒い中汗だくになって、で俺めっちゃチャリ早いって筋肉ついたチャリめっちゃ早い、チャリ早いで有名だった俺一番ダサい、そうそうそう、一番ダサいよそれ。家遠いからチャリの筋肉ついてるみたいな一番ダサいチャリ筋ついてチャリ遅い方がかっこいいもんガニ股でそれはダサいだって。 TIM運動はこうやって育って、まあこっからフットサルの、まあ、専門学校、なんなら本当ここでここで聞いたの、ゆうたろうからゆうきフットサルの専門学校あるんだよって、ヒューマンって知ってるっていうのをここで聞いたの。でゆうたろうはその時に行かなかった、俺はアルゼンチンに行くっつって、玉木はバチバチなんだよって、サッカーがもうちげんだよって、足でやるんじゃねえんだよ腕でやんだよみたいな、もう全身腕の筋肉痛になるらしいみたいな、そういう話はさここですんだよ。マジ青春だったよ。もうゆうたろうと俺らマジでなんかやってやろうぜみたいな、俺のこと出さねえでバカにしてきたやつを見返すんだみたいな、俺絶対プロになるからみたいな感じで、ゆうたろうだからもう絶対一緒にもうヒューマン行こうぜみたいな、あいつもノリで言い出したくせに行ってみたら俺だけだった俺行かねえよとか言い出して俺だけガチでふざけんなよと。まあちょっとまだ本当間のなんか話したい話もさたくさんあるんだけど、なんつうのこういう気持ち、なんか誇らしいというか、全部今につながってんだなっていうか、だからこれを見てる若い子とかさ、辛いこととかさ、ほんとやめたくなるようなことめちゃくちゃあんだけど、それでもほんと先にそういう経験も全てなんかつながってるから、全ていい方向に行くと思って今を全力で生きてほしいなって思うんで、なんかこんな感じだけど、自分の人生に対してはすげえ本気で向き合ってきたと思ってるんで、なんかそういうのが伝わったらいいなと思うんで、この動画がねいいと思ったらチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。なんか久しぶりに行ったこれ、トイレ臭い、はい、臭いから帰りましょう。お疲れ様でした。